喋るのも早いわけではないし、韓国語もそうだし日本語もそうだし、結構のんびりしてて、でもポジティブで思ってることを素直に言うねって言われます。去年の7月に日本に来て塾行ってたり、それで日本の友達ができて喋ったり、今大学にも通ってるのでそれで勉強しました。人のタイプは素直で感情表現を発揮してちゃんとしてくれて、可愛い人が好きです。自分が結構かっこいいより可愛いと思う瞬間って、あ、これ好きなんだねなって思うとこが多くて、そういう可愛いと思った、好きなと。ああ、私結構人のほくろを見ちゃう。ほっぺとか目の下とかにあるほくろがあったらいいなって思うし、韓国ではあのほくろって天使がチューした痕跡っていうんですよ。そういうの考えたら可愛いなってなってほくろ見ちゃったり、結構特別扱いされたらってなります。でもそのままあんま変わんないんです。女の子の友達に好きな気持ちを伝える時とあんまり変わらなくて、それが男になった感じ。私結構ゆったりしてて、まあポジティブなんですよ、 何事もだから、そういうとこを好きになってくれたら嬉しいなって思います。なんかお互いがめっちゃ周りから見ても好きなことが伝わって、でそれこそ楽しいこととか辛いこととかも一緒に支えられる恋愛がしたいなっていうのはあります。日本で過ごす初めての春を素敵なものにしたいです。よろしくお願いします。